こんにちは、ブルーホースです。ということでね、滅びたスターじゃねえや、間違えた。滅びたスターは合ってんだけど、星のカービィ64ね、続きやっていきたいと思います。こっち戻れないですね。まあ、久々にやったけど、やっぱりあれだね、いろんなコピー能力が使えるのっていうのは、楽しいもんですね。さっと使えないの聞こえちゃったけど。この、あれは、ちょっとね、これ弓矢か。あ、むしろ、しかも下手くそ。いい、よいしょ。ここは、何が使えるの？ボーン、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 ボーン。え、まあ久々にやってみたけどやっぱ楽しいっすね、星のカービィね。あ、なんだっけ？ごくん。あー、なるほど、火山か。いいね、いいね。シャン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 、遠距離攻撃もできるし。シャン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 。いいね、いいね、遠距離攻撃していきましょう。おーおーおー、危ない危ない。この直接が楽しいよね。未だにシークレットじゃねえ、コンプリートができてないんだけどね、なんだっけ、カードを手に入れるやつね。てれちゃちゃちゃーん。あ、ちなみに、音楽は僕の方は聞こえてなくて、皆さんの方は多分、まあ、もちろんアップロードする頃にはちゃんと音楽が入ってるかって確認はするんだけど、するんだけど、なぜかね、OBS がカスすぎて、ゼルダの時にも喋ったんだけど、これ上登った？ダメなんですよ。全然、音楽が流れてくれない現象が起こってる。あ、いて。なんか上、あった？反対側は？特にない。で、いくか。まあ、とりあえず、やっぱり、ちゃんとラスボスまで倒すっていうところを、この、カービィで目指してやっていこうかなと思ってますんで、はい。ここまでお付き合いいただけたらと思います。ただね、前回パートみたいに全部のステージを、こう、すっとね、一発でクリアできるかっていうと、ちょっと自信は、すいません、ぶっちゃけないんで、ダメだったら、ごめんなさい。ちょっと繰り返し、まあ、裏でね、全部取っちゃうか、みんなと一緒に最後まで来るところをお見せするかっていうところはあれなんですけど、よし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 。でもこれあれなのかな？こいつが出てくるっていうことは、そうだよね、やっぱなんか針を使って開けるのかなっていうちょっとヒントだと思う。もうステージ覚えてないからね、どんなのが出てきたかっていうの。そう、じゃあこれ、上登っていかなきゃいけないんだけど、シュジ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 ュ、あ、このあれなんだ、このまま刺されるのかすげえなって言おうと思ったら全然刺さってなかった。シュジ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 ュ、あ、ちゃ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 、なかなか針で刺すうぐいな。あー、これなんかモアイ的なやつが刺してたの。あー、あ、わわ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 、あ、ちょっと、あ、ダメだ。残念。よし。挟まれたら終わりだから。ちょっと大きくなった。そう。いろんなものを刺し刺ししちゃうよ。おめえもある意味針だもんな。でも、あれだもんな、ね。吸い込めない。ね、辛いよね。すごいな、これ何があるの？鉢と、鉛筆とフォークと、これ何？コンパス？コンパスと、あとお注射と、あとワインの、なんか、ワインウォークな。え、あと一個はどこか？じゃあまた一個。あれな、埋まっちゃったんだ。じゃあ溢れ出てきてもいい。あ、違うの、これなんだ。え、何これ、岩と、これ何、岩と電気か。ほら、こいつら釘です。岩電気ってことかな、これ多分。違ったらごめんなさい。わー、挟まれて怖いよ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 。へい、まだ出てくるべ。岩電気、まず電気まだ出てきてなくない？あ、出てきた出てきた。岩欲しい。あべべべべべ。あべべ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 べ。あ、こいつ壊れるん？残念無念。よし。ほい、パックンフラワーをパクったような感じの見た目のやつですね。あ、でとりあえずお前飛ばす。え、これで終わり？これで終わりだったらなんだけど。まだ続きあるよね。終わったわー。ちょっと待って。どうしようかな。ほい、あ、ちょ、待って、うそやん。だいぶラグったな、今。ちょっと待ってね。早速もう一個取り逃しちゃってるよ。やり直す可能性がありますって言ってて、速攻でやり直しが必要になってしまったかもしれない。まあ、ちょっと収録時間によっては、皆さんをお付き合いさせるかもしれない。うわー、撃て。まあ、ちょっと全然よそ見してたわ、今。ほい、これは何？あー、なるほどね。あ、ちょっと待って。死ぬ死ぬ。
おう死ぬな。よし。これ使えんのか？倒れてくるし。いらないわ。レズ。あれ？これ出せなかったっけ？あ、出した出した。うわぁ。一回だけ？なかなかシビアだ。いい。よいしょ。今まで以上に慎重に慎重にいかないと。うわ、お、え？あった、アイスクリーム！危ない危ない危ない。暴走イノシシ。はじめ人間ギャートルズが飛んでくるってこと。危ない危ない。なんか最近、なんか、うわお昔のアニメを見たり、あお、ガウー、あれこっちとこっち、なんだ、針と炎で何だったっけ忘れちゃった。うわあこんにちは、ブルーホースです。ってことで、やっていきましょうか。なんか面白そうだからさ、普通に持っていこうぜ。てか、今のやつでもよかったのか。駆け抜けていこうがよかった。ピーピーうわ、一撃かよやばい、これは非常にまずいぞ。これは非常にまずいから、落ち着くためにも、なん一発食らうだけかと思ったら、まさかの残酷だったね。残酷になれよしと、もういい。いい。これで？ああ、これか。ちょっと待って。これを手に入れたまんま出直しましょう。よし。ついてこい。じゃん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 。なんか操作できんの？ブリッコブリ？キープし。キープし、キープし。待って。って言ってて違ったら、マジで恥ずいんだけど、違ってた場合は、全部カットする。ちょっと。最速でいけるように頑張る。ちなみにさ、こう、一回クリアしたステージをさ、こうやり直して、クリスタル取ったら、普通にクリア、それを取ったことになるのかな？出直すとおっしゃった。この辺どうなんだろうな。違っててやり直すってやったらすげえめんどくさいからも、ちょっと、省略させてもらおうけど。いい。いい。いい。じゃんじゃん、ちゃちゃちゃん、ちゃ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 ん。アーモンドが美味しい。この時間に食べるアーモンド良くないのかって。いてぇ、なんでやねん。やべ、しかもこいつにあれだ。多分、あれ、全然ジャンプしてこない。よしよし、よかったよかった。これで、やっぱあれだな。星って大事だな。あ、痛い痛い痛い。よし、よし、よし。電気を身にまとってるー。星のカービィ。あ、ちょっと待って、なんか、全然 A ボタンが反応しない。これ、ほんと、あれなんだよね、この間、双子の姉さん夫婦のところに行った時にさ、マリオパーティーをやったんやけど、その時も全然機能しちゃって、このプロコン終わってんなーってめっちゃディスられたんだよね。新品のはずなんだけどなー。じゃあ、早く登っていきましょう。これ、自分でコントロールできないのがあれだね、ちょっと、もどかしくて、かゆくて。もどかしくてかゆくて、なんかないか。はい。まあ、これでもう食らうことはないっしょ。あ、でもいいか。とりあえずクリアしてさ、まだ、あ、ぶれぶれ、死ぬ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 。まだほら、あれやってないじゃん。あ、カード取れてないじゃん。結局カード取れてないんだけども。だから、それを取らないとね。やっぱりあれだね。まあ、マリオパーティー3をやった時も思ったけどさ、小学生の時のその思い出補正がかかっていることを差し引いたとしても、当時のやっぱゲームめっちゃ熱心にやってたから、うまかった。今、飛び立つかもんね。まだかな、まだかな。いけれなかった。ああ、シーンが必要だった。はい。ちょっぴー。で、これで？ああ、いけた。よかった。正解でした。いまいち岩の色は分かってたけど、岩じゃない方の色がね、自信なかったからな。いい。いろいろついてきてるやつがおるからポンと返していて、電気ビリビリ。もうちょっと、ここら辺のゲームを進んで、いったら、今度マリオストーリーとかね、ちょっと長編系もやるのかなと思ってるんだけど、ちょっと、OK。マリオストーリーとかやり始めると今度あれだもんね。やった、初めてって嘘や、お前赤星赤星くそ
マジか、赤星にやられた。そうだ、もうこれは確実にいらないから、もうとりあえずポイっとしていて。この人じゃなんだろうな。ういえぇー、そやん、ビン。あ、ちょいちょいちょい。うい。うつわ。あ、これ好き、これ大好き。これだって無敵だもん、ほらほら。あ、ちょい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 。無敵ではなかったでしょ。これ超好き。楽なんだよね。これにしよう。いらない。これか、ダースモールか、ダースベイダーか、ところが好きですね。やっぱ、剣か、あと、無敵剣じゃどうなんだろう。これさ、ここにさ、これなんだっけ、あいつの時すげえ役に立つんですよ。ごめんのボス。うい。これ出してるだけでも勝手に死んでくれるっていう。よいしょ、もうやばいんだよね。あんなのに挟まれたらもう終わっちゃうからさ。ピン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 。全然攻撃できなかった。オッケー。え、待って、もう10分過ぎてるのに、まだ2面っていうね。なんか、知らない間に長編になってて。まあまあ、ゼルダがね、長編でやってってるから、まあいいのかなと思って。上行ったらあれなんだ。うわお、嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、お前ということをしてくれたんだ、えい、俺のが強いんだぞ。いや、うわー、マジか。ハリちゃんとこ、ハリ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 がハリでハリ、あった、ハリ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 、でもこっちもいける、あえていける、いけない、もっか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 、これ戻って戻って針、戻って針。へい。へい。落ち、いいね。で、迷路みたいになってるけど、あいつはどうやって破壊する？あれ？今破壊できた？どこからこの破壊できる色を刺さってくる？いけない？じゃあ登りましょう。あ、あとワンナップキノコや。おおおおお。こうやってたら、あれ浮かなかったっけこれ。あ、そうか、浮くのあれだ。連続で針をブシュン、ブシュン、ブシュン、めっちゃついてくるわ。こいつらもなんかあれだね。テレさんみたいな感じなんだな。見てたら恥ずかしがり屋で、見ない、取れないけど、みたいな。で、いい。で、ここ降りてって、だっけ、あれ降りていく必要あったっけ、降ります。あ、じゃじゃ、結局、たどり着くところは一緒だった。で、違うな。こっちか。降りると、チューチューチュー、あれ？いけない、待ってね、おー、たた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 たー、こっちか、いい、ここに乗ったらジョン、あ、オッケー、ということね、こいつら危ねえよ、おい、ちょ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 、地味にあれなんだよね、なんかリンクっぽいんだよね、縦と剣を持ってって、さあ、行かない、勢いで、よし、ここにあるってことはもう一つのクリスタルはここにあるわけじゃない、すげえ気になんだよな、うん、あー、ちょっと、これは今落ちるとまずいから、よし、トト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 、あれ、なんかこんな危ない感じだったっけ、このステージって、こいつに、こいつ自身に当たってもアウトだよね、多分ね、え、あー、え、あれ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 、終わり、終わりですか、ここ、うわーって登っていっても何もない、残念でした、まだ。くる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 。ウィーン、シュイ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 ーン。特に何かあるわけでもない。からじゃあ戻って。トト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 ト。特に。あー、また危ないのがあるなぁ。一撃必殺。うん。乗らなかったら食らわないか。あー、やっぱね、そうだ。危ない、お前、罠だ、これは罠だ、で、ちょっと短くなってるから、あ、ちょ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 、危ない危ない危ない、おいつカッパやるな、危ねえ、ちょ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 、カッパ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 、カッパ怖えって、カッパ怖っ、
ッケー。で、よいよ、よく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 。葉っぱ、あっけえ。でもこれ大丈夫かな。ああ、下に別になんか出てくるわけじゃないのか。上に押しつぶしていくだけのスタイルですね。あれじゃあ、あともう一個どこだ。俺どっかなんか見逃してる。あ、ないの。オッケーオッケー。じゃあ、あれ？ん？あれなんか見逃してる気がする。ないな。これ多分クリアしちゃうよね、普通にね。あれ？見逃してるかもしんないな。さっきもう一個あったらいいんだっけ？あ、あるわ。あったわ。この先だな。全然ね、もうね、さすがに覚えてないっすよ。多分20年くらい前にやってるのかな、これな。2000年のゲームだったっけ。あ、なんか、氷って初めて出たかな。ちょっと待って、取れません。あれ？あれ？本当に何もねえ。お？ああ、まだあった。おーおーおお、結構長いステージだな。助けてくれ。はい。登りますと。はい。いや、頼もしいですね。出ててね、兄貴。兄貴出てて。兄貴出てて。兄貴出てて。はい。こいつらってもともとあなたの部下じゃなかったっけ？ねえ。攻撃かけてきてんだからさ。ちょっと部下の教育としつけがなってないって。あ、もそんなにないことですね。おう、おう、おう。え？さすがにだからどっかにこれあった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 。ラストタッチ。ああ、こっちか。ちょっとこっち行って。こっち行って。ほいっと。ほいっと。いいねいいね。登っていって。よいしょ。ここは今何もできないから登っていきたい。よいしょ。いいねー。おー、マジか。あっち、あっちち、あっち燃えてるんだろうか。意外とジャンプ力のあるデレデだ。デレデすごいよな。普通に身体能力考えるとさ、カービィ抱えてるのにこんなにねジャンプが普通にピョン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 できるんだもんね。よいしょ、いい、よいしょ、ふい、ふい。こちら合ってる？合ってないですね。合ってないですね。電撃ビリビリオタクがいたな。よいしょ。オッケー。さあ、ぶん投げて死んぜよ。あ、行かないのか。一緒にゴール？あ、一緒にゴールだ。あ、行き過ぎた。あー、だよね。あー。全然取れないね、マジで。下手くそすぎるよな。ということで、ここは確か、海に、あ、じゃあ、海じゃなかった。チュイン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 そうなんだよね。うちのエリアってやばいんだよな。62まだなってないんだよな。59かって私。まあ、もうちょっとで60かな。うん。来年60か。これは岩？ああ、破壊できた。やった。だから単体じゃなくて、その時能力を持っていれば OK っていう話なんですね。OK。これで今1つですね。あと2つ。あ、これなんかどっちかに落ちるとかなんかなかったっけ？それで落ちた方向によって、やり直さなきゃいけないとか、なんかそんなオチがあった気がするんだよな。どうだったっけな。すげえな。外にぶら下げてる何かが、プルン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 。じゃあ何もないね。落ちます。あ、何もないか。あ、これどっちだったっけ。どっちかなんですよ。どっちかに落ちたら、よし、じゃあ、まずは右から行こうか。クリディンガーのこういうところに逆だった。もうこの時点でちょっと出直します。
あ、まだちょっとステージ序盤なんでね。左から行かなきゃいけないんだな。うん。勉強になったわ。ということで、シュン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 。やるな、あいつ。ぷりっぷりに進んでいこう。ガリガリ、ガリガリ。こいつやるな、こいつなんだ、なんて名前なの？ドクロバット。このまますぎる。すーげえ、強引に進んでいこうと思ったけど、進めなかったな。あー、やばいやばいやばい。もういいや。あと2個で手に入るの。星2つくらい。星2つですくらいならいけるかなと思った。よし。ピン、ピン。で、またここでお肉ゲットして。このタイプのお肉ってマジでうまそうなんだよな。同じこと言うけど、はじめ人間、ギャートが出てきてるじゃん。マンモス。マンモスの肉ってうまいのかな？ゾウの肉って食べないじゃん、日本人って。普通は。あれ？あれ？違うのが出てきてる。あ、なるほどね。ボスを倒したご褒美にこいつあげるよっていう話か。これほんと合流できたらいいんだけどね。多分違うんだろうね、進む道がね。だからもしかしたら、こっち行って、で、実は、手前側の方じゃないと手に入れませんとか、そういうオチとかはなさそうだね。多分ここで合流するんだろうな。と、これは信じて。これは、信じて、ホイキングが行って、クイッキングでペプクックしてるってなんかあれだな。ちょっと、いろいろとなんか混ざってる。インチュ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 イン。急にスピード、あ、倒せるんだ。倒せない痛い。もう一個はどこから手に入るのかな。これをなんか下行きすぎるかしら。あれ、あ、しまった。これ、確かまだ3つあんのか。違うわ。3つあんのかって思ったけど、違うわ。いい。でいい。あれ、もしかしたら、あの、今潜っちゃったけど、あの奥に実は、なんだっけ、クリスタルがありましたと、あなた落ちるの早すぎたわよ、みたいな、そういうオチになってない。これクリアだったらそういうことだよね。そういうことだろ？あ、違ったわ。よかった。あー。なんかいろいろなんか雨が落ちてくるんじゃないですか。おーおー、すげえ。なんかに人魚の代わりにドリル生えましたみたいな。人魚が生えるのはおかしいな。人魚のあの尾びれの代わりに生えましたみたいな。あ、これ言ったらダメだね。もういいや、血はいらん。行こうぜ。よし、オッケー。よし。あ、いけないのか。上に行くことはできないのか。あ、ちょっと登って。このままだと普通に落ちてくるね。登って、我慢。登って、ガールリーで逃げる。おう、ジュラシックパークみたいになってる。上から骨が。のんびり骨が、もういいや、このまま。いや、ダメージは食らわないのね。へぇ、やさお。また来るだろ？あ、親方、上からジュラシックパークが。ヒロキラップです。あった。よし、これで3つ目、ゲッツ。えい、あとはラストステージに挑むだけ。よし。えい、いいね。いいペース。いいペースではないかもしれない。ふぅー、あぁマジかよ。え、今のダメ？つらもう奥で魔女っ子がもうサリーちゃんしてんじゃん、もう。うわー、マジか。今のつらいな。うぅ、後ろからなんか差し迫ってきてる。地味にジャンプ。ポイント、めっちゃ走ってきてる。あ、入ろうではないか。ちょ、早いな。間に合わない。ということで、上がりましょう。うわん。我々は宇宙人だ。じゃんじゃん、ちゃちゃちゃん、ちゃちゃ。おう、意外と正確性の高かった。ふっ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 。
ふう。あ、痛い。やばい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 。あれ、こんな難かったの？ふう。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 やばい。うん。なるほどな。この入門試験を合格しな、おお、危ねえ。入門試験を合格しないと、中には入れませんよっていう装置だったんですね。まあ、よ。とりあえず、偶然の灯火をなんとかしなきゃいけない。あー、なんかいるなぁ。あいつらってなんかクエルクって。クエルクって言ったかもしれない。お前せっかく回復したのに。いやー、なんかこう適度に死ぬのがいいよね。うん。やっぱなんか何事も完璧すぎるプレイを見せるのは良くないと思うから、適度に死ぬっていうことはすごく大事。すいません、ダクソで申し訳ないです。もうね、幼き頃に頑張ったゲームおっさんになったらできないっていうことすげえ証明した。あ、雷、いいねいいね。とってこれで、じゃあこの数字今1個目か。登る。あ、なんだろう。戻ろう。よいしょ。これで多分光らせたら。ふわーん、ふわ、あれ？ん？俺が見えてないだけ？いや、なわけないよな。これでなんかを踏んだら、踏めない？あ、そういうことか、そういうこと。これでも毎回変わるんだもんな。無理だよね。いやー、ちょっと待って、今わかんないな。え、普通に、あれ、なんで光らないの？そうじゃないの？どっかから雷ドガンとかじゃないとダメとか。え、見えてる？みんな見えてないよね。こういうのあったよね、そういえばね、っていう。全通りやる？いやー、そんな余裕はないよね。よし、これは裏でやります。諦めます。登りまーす。うわん。あー、これ上登っていくスタイルね。自力で登れちゃいます。何もない。やばい、急いで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 。あれ、火の力から雨あら。こっちは特に何もないから登っていこう。空中戦剣がいっぱいですね。ガン。あ、うちゃ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 。おお。よいしょ。こっちの方には何もあるわけではないね。ただ、今2つで、この先で3つ目が手に入るのかな。あ、こいつですか。うわん、うわん、うわん。うわん。あー、3つ目手に入った。そう、2つ目。あれ、何だったんだろうな。すげえ気になるな。なんであれ、使わなかったんだろうな。逃げろ。上からも刺してなってくるの。やるな。よし。あー、無理だ。そして何も取れない。厳しすぎる。そう、2つ目取れなかったの超悔しいな。これ最初逃げるしかないんだよね。こいつらの、こいつの名前って何だったの？この時はこうしてたらもう勝ちなんだ。ぐんぐん、どこまで動かないと済みそう。ぐん、うん、あー、動かなくてよかったね。ごめん、負けたわ。自分に負けた。おお、このスリルたまんない。ダメじゃん。とりあえずこうやって逃げたらなんとかなる。こいつらの方が早いな。よし、待て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 待
こんなのダメージ食らえたら見てみたいな。ういういあいだ俺です、私です、ゴリゴリに私です。痛い、もう3問ダメージ食らえた。まあいいや、適度なハンデってことにしよう。これあれだね、ドライアタックだよね、あの氷漬け、雷、あとやけど。これ普通にこれで食らってくるのか、いけてる、食らうんだ。この状態ってめんどくせえな。いて全然食らわねえし、やばいな、もうあと1個の、え、来るよね。おおおお、食らわない、食らわないんだ。あ、食らってんじゃん、あれ、オッケー、赤だけ激、あれ、それも食らうのかよ。ちょっと待って、予想外の、嘘やん。あ、しかも何も持たないまま挑んじゃった。まあいいや、やっちまったな。まさかあのパート2でこんなに時間がかかるものとは思ってなかった。よし、仕方ないね。まあ、リベンジマッチっていうことで、やること、やるだけのことはやるしかないと。うん。あー、また食らうのかよ。どこまでやれるかって試したかった。無理だ。いや。今です。あ、危ない、騙されるところ。騙されてる、俺たち、私たち、騙されてる。いい。ちょうどいいハンデーとかってさ、煽りプレイとか生きったプレイするんだったらさ、あの普通にダメージを食らわないで、ダメージ食らってもいいけど、あの一発でクリアしてっていうのをお見せするくらいじゃないとダメなのに、客数だよな、シンプルにな。ごめん、許してけよ。へい、あ、いっか、そんなんだったらあれだな、ドリル持ってくれよ。あれ、どっちから煽った。ああ、トライアタック。よいしょ、ちょっと待って。さあ、相変わらずの下手くそだ。うん、オッケー、いいね。赤バッククラスしてるな。ごめんね、赤。さあ、おいで。パンダ。痛い、でも、食らわないで。あれ、食らうんだ。色関係ないよ、これ。痛い。どうだと、あ、めちゃめちゃ食らうって、そういうあれでもない。わかんない、うん。あ、ちょっとだけなんだ。なるほどね。色は関係ないけど、どの色で攻撃してくれてもいいけど、まあ、ちょっと食らうのは大きくなるよ、みたいな。あ、いた。やばい。うん。まだ2面のボスなんだ。2面のボスで、これやった。あー、消された。来たな、俺だけど。えい。さあ、あとちょっとですね。私の体力が尽きるか、あなたの体力が勝負でいいか。うん。え？ちょっと待って。うん。はい、俺の勝ち。ああ、俺勝ってない。うぃ。自分と違う色で壊される体感はどうだい？ああ、ごめんなさい。なんかもう、想像以上に時間がかかってしまったわ。ああ、なんとか。二つ目のステージクリアでございますね。一個取り残してるけど、まあ、そこはちょっと裏でね、こっそりとやっていこうかなと思いますんで、うん。まあ、許したタモレということで。いやー、ほんとに、ガラビて、倒れて、お腹が空いて、でも、便利だよね、アドレーヌって、そう考えるとさ。なんでもかんでもさ、書きゃ、実現できる、具現化できるわけでしょ？ねえ。これほんといいよね。俺もこの能力欲しい。まあ、絵心全くないから無理なんだけどね。おいしい。ハチミツが食べたいな。さあ、次のステージに行くよ。次なんだ、ウルルンスターだったっけ。あ、よこいやー。ケーキ持って行かせてあげてもよかったね。かわいそう。ということで、無事じゃないけど、なんとかまあ、クリアすることができましたんで、
第2パートはですね、こちらで終了させていただきたいというふうに思います。またね、次回パートでお会いできたら幸いです。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。チャオ。